常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。昨日ですね、 SBI 銀行ね、 SBI バンクがですね、ロシアの、迂回送金のね、まあちょっと拠点になるかもしれないというようなね、お話、まあワールドビジネスサテライトでね、下り顔で抜け道になりますよみたいなこと言ってたんで、これ危ねえぞって話をしたらですね、 SBI がですね、早速、それを否定するプレスリリースを出しました。いやーもう素晴らしい。コンプライアンス遵守のね、素晴らしい会社だなと思いますので、このプレスリリースね、ぜひ拡散に協力したいと、いうことで、この動画で取り上げさせていただきます。先に言っときますけど、SBI バンクはロシアの、迂回送金の拠点にはなりません。はい、もうならないということを宣言しましたんで、大丈夫です。はい、だからそういう濡れ衣はもうやめましょう。昨日の、動画の内容もこれ、疑惑だったんですが、まあこれね、3月2日、昨日の時点でですね、プレスリリース出てますので、こちらを紹介させていただきます。SBI ホールディングス株式会社より、当社子会社である SBI バンクに関する3月1日のワールドビジネスサテライトにおける報道に関してと、いう、そういうまあプレスリリースです。これもそのまま読みますね。はい。本年3月1日のワールドビジネスサテライトにおいて、当社のロシアにおける、銀行子会社である SBI バンクによる外国送金に関する取り組みについて報道されました。この内容に関しまして、現在ロシアに実施されている制裁を迂回する手段として利用しているとの誤解が、手段として、迂回する手段として利用していると誤解される恐れがあるため、SBI バンクの現在の状況を含め正確にお知らせいたしますと。いうことで、ここでね、時系列の説明があります。27日の夜に、スイフト締め出しが決定と。ね。日本もこれに参加すると決定がありました。発表がありました。で、28日の午後3時半にですね、SBI バンクがワールドビジネスサテライトの取材に対応したそうです。で、3月1日の未明に、ロシア政府が国内居住者による国外への外国送金、原則禁止を発表しました。で、その後、3月1日に取材内容がワールドビジネスサテライトにて放送されるという展開でしたと。これが時系列です。で、SBI の説明はね、こうなっております。まず SBI バンクにつきましては、SWIFT による規制対象外である銀行であり、SWIFT の送金ネットワークを利用することが可能です。そのため、放送において説明された代替送金手段は、今回の制裁が決定されて以降利用した実績はございません。また、SBI バンクに対して、SWIFT の送金ネットワークの利用を制限された場合、当然ながらその決定に従うものであります。ね、要は、制裁逃れはしませんということですね。しかしながら、ロシア政府が国内居住者による国外への外貨送金を原則禁止しており、現在 SBI バンクは海外への送金は一切行っておりません。いうことで、制裁逃れには現時点で全く協力しておりませんと。いうことを発表されております。続きましてですね、こんなこと言われてます。なお、放送において説明された代替送金手段は、今回の制裁が決定する以前から、システムトラブル等により SWIFT が利用できない場合の代替手段として、現地日系法人及び日本人留学生を含む、現地在留法人を対象とした BCP、事業継続計画として策定し、テスト等を実施していたものであります。ということで、制裁逃れのためのシステムではありませんと。SWIFT がシステムトラブルになった時に、日本人のね、ロシアに在住している人が困らないように、準備していたものであって、制裁逃れのためのものじゃないので、そういうものには使いませんと、いうですね、コンプライアンス的に非常に正しいですね、宣言をされました。まあ、おそらくね、金融庁からお問い合わせがあったか、もしくはまあ、IR の方にね、一般の株主から、まあ、これどうなってんだっていう問い合わせが殺到したんじゃないかなと思います。もしね、これ、ワールドビジネスサテライトで言ってたようなことをもし SBI 銀行がやっちゃうと、多分業務停止、それから巨額の罰金などですね、本当にその SBI グループに大ダメージを与えるような制裁が課される可能性がありましたんで、まあこういった形でですね、明確に否定したことは非常にいいことだと思います。なので SBI が制裁逃れに協力してるっていうのはデマですので、拡散には協力しないようにしていただければと思います。まあとはいえですよ、ワールドビジネスサテライトの取材にさ、軽々しくああいうふうに答えちゃったのは問題だよね。うん。あそこはね、ちゃんとやっぱりね、SBI ホールディングスのコンプライアンス室の人がですね、非常にデリケートな問題だから、取材対応気をつけなさいっていうことを、事前に指令をしておくべきだったかなと思いますので、まあ今回ね、こういう誤解を受けるようなことを、まあ、マスコミでペラペラ喋ってしまったということはですね、これ大いに反省するべきじゃないかなと、いうふうに思います。で、まあ話題になってるね、この制裁逃れの件なんですけど、麗澤大学のですね、長島正史先生が、東洋経済のね、インタビューに答えて、非常にね、わかりやすい説明をされております。基本的にですね、逃れられないということです。結論的に言うとね。でね、長島先生の説明によるとですね、
スリフトというのはですね、これですね、これこのまま読みましょうか。ロシア政府による、ロシア政府がね、まあその、スリフトから排除される危険性を認識し、代替ネットワークの構築に乗り出している、いたんですけど、まあただね、この SPSFS という代替ネットワークへの国外の参加銀行は20行ぐらいしかないそうです。国際的なネットワークとは到底言えないレベルのもので、スリフトの代わりにはなり得ませんと、おっしゃっております。さらにですね、チャイナのシップスの件ね、こちらもですね、まあ、100カ国以上600個の銀行が参加して、国際的なネットワークとして機能はし始めているんですが、あくまでも人民元なんです。ね、人民元のための決済システムであり、人民元建てで資金を送らなければいけないという点にやっぱり限界があるそうです。はい。でね、さらにね、アメリカと EU、カナダの共同声明で、アメリカ、EU、カナダの共同声明でですね、これですね、共同声明で、スイフトからのね、排除となれば中央銀行への制裁を打ち出してますけど、これどうですかということに関して、中島先生はですね、こちらの制裁手法は予想外だったと、即効性がある上、大きなインパクトがある。というのも、外貨準備としてのドルが使えなくなれば、ロシアとしては、ドルを売ってルーブルを買い支えることができなくなるからだと、いうふうに言ってます。はい。ということで、まあ、いろんなね、まあ、この話題が出ると、ロシアは回避できるって、もうすぐ始まるんですけど、まあ、実効性のある回避手段はないと、いうことです。でね、あとこれに関連して、今回のね、この制裁が、その、ロシアのセレクテッドバンク、ね、選ぶ、こう、なんか、チョイスした銀行を対象にやってて、で、ドイツのね、エネルギー代金の支払いは、スウィフトの、まあ、今回の制裁から対象外になったことをね、これが抜け道だとか言う人いると思うんですけど、さっきの SBI のプレスリリース読みました？ね、ロシア政府は、もう、外貨、ね、外貨を海外に送金すること、ね、まあ、海外送金そのものを今全部禁止してるわけですよ。だから、その、ガスのね、代金を、ドイツからロシアが受け取っても、結局その金使えないんです。はい。輸入には結局使えないですから。で、受け取った外貨の分だけじゃあ逆にルーブル発行したら、国内がすげえインフレになりますよね。ということで、あんまりね、このね、議論をですね、抜け道だとか言って騒いでもしょうがないですよ。要はだから、ドイツはガスを買えるけど、ロシアはその代金で何も買えないっていうですね、極めて今、偏無的な状態になってるってことを見逃してですね、これが抜け道だ、やっぱりドイツが、とか言って、なんか下り顔で言ってる人いるんですけど、これもちょっと違うかなと。ね、あと、チャイナのシップスもですね、結局人民元の決済にしか使えないし、で、もしですよ、これが抜け道になってるってことがバレたら、それはセカンダリサンクションで厳しいもの来ますから。SBI 銀行がね、今回プレスリリースで発表した、ね、理由ってわかるでしょ？もう罰金に業務停止にひでえ目に遭いますから、もう市場から締め出されるんで。で、そういうのをチャイナの銀行がやるかどうかですよ。ただでさえ今チャイナの銀行は、恒大の件でね、バランスシート穴開くそうで困ってると。で、そこに制裁なんか食らったら、チャイナの、まあ、経済が大混乱でしょ？そこまで習近平がプーチンに付き合うのかどうかっていうことをね、よーく考えた方がいいですよ。チャイナは何でも見通しみたいなね、そういう思考停止はやめてですね、まあ現実を見てね、リアリズムでいろいろ判断していく必要があるかなというふうに思います。ということで、SBI ホールディングスのですね、迅速なプレスリリース拡散させていただきました。はい、ということで今日の内容面白いなと思ってぜひね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。